的に選手たちが勝手に旋回したらどのように対応しますかこれいいこと聞いてくれたね。これね、ありがたい質問なの。これ何がありがたいかというと、僕は旋回できるんならしてほしいんですよ、シャーボーえって思ったと思うんだけど、どういうことかというと、選手も見てくれてんのかな赤が相手だとするじゃないですか。で、青シュワーボーで、まあ、こう422みたいになってね、こういうふうに。この状態で、守備するわけですよ、シャーボー。で、こっから、ずれろーっつって、こうずれて、ずれて、ずれて。ね、ずれて、こう、プレスでボール奪ってみたいな。 で、こっからじゃあ今度ビルドアップだーってなって、ウィングこのまま張って、で、こっちのウィングもこっち張ってみたいな。で、この時間を作るためにこの辺回してみたいな。あの、カウンターすぐしないときはこういう定点攻撃なんでしょう。この時に例えば、まあこっちボール回してます。相手がまあこういうふうにマークついてきます。じゃあ一個戻します。で、こっちがプレス来て、間立ってこう来るからこっちじゃまあ飛ばしますみたいな。ってに、こっから、 こうこうつけるときに、この選手たちが例えばこうだったり、こうなってマんクつかれてる時なったときに、裏抜けのタイミングが合わないとき。本当に例えばだけど、ねこうボールコンの人たちが裏抜けします。でもここ出ませんでした時ときに、トップがこう流れてって、この人がずれるのかどうするのかで迷い出た瞬間に渡すとか、まあこうちゃんと受け渡した人もこれからラインカーられたとき渡すとか。 でも、これをなんでうちの選手たちはできてない状況かっていうと、ま、あ質的な問題もあるんだけど、ここの選手たちを体の向きだったり、どの瞬間に裏抜けを狙うか。どの、で、これでスペース空いた時に、ここを周り見ながら判断して、こう言って、この時にちゃんと前、後ろ向きのままここで受けると、やられるから。だから、ここでちゃんと反対を見れるようにして、相手を寄せてきてたら裏、寄せてきてなかったらここで受けるみたいな。 っていう、この辺なんだ。全部必要なの、旋回って。原則を知って技術もしあの持ってるみたいな。ってなると、まあ、ドキュメントでもうバレちゃってるから、別に選手批判にならないっていうか、もうみんな知ってる程で話すけど、こういうの全部まだ分かってない。入りきってない。で、アーセナルの選手とかシティの選手だと技術ないから、こういう旋回とかもできないし、当然だけどね、それは当然なんだよ。J リーガーだと。何より、その、ここの選手は裏抜けだったり、間抜けるのがうまいじゃん。ここの選手はこういうビルドアップだったりとかディフェンスがうまいじゃん。ここの選手はこっから仕掛けるのがうまいのよ。 だけどこれ旋回するとこの選手こう、この選手こう、この選手こうになるから仕掛けられない選手、間が上手くない選手、散らすのが下手な選手ってなると機能しないでしょ。だから一個特技あればいいことが旋回使うと三つ特技必要なんだ。でもこの三つ特技ある選手が旋回しながら今みたいに理にかなったボールの受け方できるとめっちゃいいサッカーになる。でもそれってなんでいいサッカーになるか。 両方にボール出せる、ここの選手が前向きで仕掛けられる、ここの選手が間で受けるのか裏抜けするのか判断できる。全部持ってなげる。で、これをちゃんと分かってて、こういう原則分かってて、こことここ入れ替わりましょう、こことここ入れ替わりましょうするんなら、大歓迎なんだよ、ね。だっこっちの方が面白いから、ロマンも合理性も両方あるから。でも、ロマンを追ったせいで合理性なくなって、ここのここここ、ここの、ここ全選手が得意じゃない位置にいます、しかもポジショニングも悪いです、ボールもつながりませんってなったら、一番頭悪いの、俺じゃん。 なんでこの選手たちにこんなことやらしてんのみたいな。で、ある意味、バーニーのサッカーってそうなのよ。選手がもうできないビルドアップ、無理なビルドアップをさせられてるとか、でも守備の約束事っていうか、失点しないセオリー守れてないとか。なんで僕としてはこれやれるチーム目指してるんですよ。もしシュアゴの選手でもっとつなぎたいのとか、とかポジションに動かしたいっていう選手はいないと思うんだけど、<laughs> いたらこれやれるぐらい他の選手も焚きつけてほしい。俺らがもう分かっていい選手になろうぜ。現状だと ここと意、い、ここと意、ここ得意いここっていう選手たちに、ちゃんとそこでいいプレイできるやつを教えてるっていう、その段階なんですよね。だから今の話したかったから、ちょうどいい質問ありがとうって感じ。で、俺は選手信じてるから、ここ一個一個教え続けるじゃん。あの、ワンオンワンでもみんなに見せてる状況で教えてたし。ただ、それがまだ分かってない状況で、旋回やろうぜ。足し算も引き算もできない子供に、掛け算割り算やろうぜって言ってるのと一緒だから。 チームワークと行為を生かすのは相反しないと思うんですが、そこを分離させたがる人が多いというか、声為大きい気がします。そうなのチャンスをたくさん作るための話じゃん。ここでちゃんと前向きでドリブルスピードに乗ってたら、ここを生かせるから、ちゃんとこっからここにパスコースつないでスペースで受けようっていう。で、これをまあ人は戦術って呼んだり、僕は原則って呼んでるんですけど、原則に縛られて子が出ないみたいな。 原則縛らなかったらずっっずとこここ立ってててうう出ねえだろっていうちゃんと原則あるからここで受けれんだろっていうことなんだけど声の分かんないやつの声がでかいから俺はもっと大きい声で言おうと思ってここでね強い言葉使ってますけどそうただこれがねこういうのを理解できなかったりとかちゃんとやる気がないと縛られてるって感覚になるんですよねやる気ない人かね頭悪い人にとっては戦術は縛ってるって感覚になる,なるよねもの戦術が原則は人を縛って。 だからやっぱりねその選手をスカウティングする時にちゃんと人間見なきゃいけないんですよだからシュワフは挨拶できない人間取らないっていう。<music>